こんにちは、サラです。月90円のメンバーシップもよろしくお願いいたします。ということで今回はウォン・ジョンヨほぼ全種類レビューやっていきたいと思います。インスタのストーリーで縛りコスメもしくは全種レビューするならどのブランドがいいですかって人気ブランドを挙げてアンケート取ったんですけど、その中でもウォン・ジョンヨがめちゃくちゃ人気で、ということで今回はウォン・ジョンヨほぼ全種類レビューやっていきたいと思います。限定品とかは除いてます。ウォン・ジョンヨは皆さんご存知の通り TWICE のメイクさん、ウォン・ジョンヨ先生がプロデュースしているコスメブランドなんですけど、韓国コスメっていうイメージがあると思うんですが、実は今回紹介する中でこちらのトーンアップフィルタークッションとクッションファンデ以外はメイドインジャパンです。こちらの2種は韓国製になってます。そしたらまずこちらモイストアップレディースキンパックとモイストアップレディースキンパック DM、 こちら使ってきます。部分用パックなんですけど、これもね大人気ですよね。まあ、頬の赤みとか乾燥、毛穴とかほてりとか気になる部分にメイク前に貼ると保湿して毛穴を閉じお肌をクールダウンしてくれるっていう商品です。結構大きめなので頬一面に貼ることができます。テクスチャーはシャバシャバ、めっちゃしっとりするっていうわけでもなく、めっちゃ水っぽいわけでもなく、浸ってる化粧水の感じは割とさっぱりめです。香りとかももうないです。両方とも50枚ずつ入ってます。じゃあ反対側に、モイストタイプ、モイストタイプの方がシートが分厚い。通常バージョンの方はモイストタイプよりちょっと薄いんだけど、かなり伸縮性があって伸びます。だけどモイストの方はそんなに伸びない。この化粧水の感じも結構似てて、私的にあんまり違いは感じなかった。ほんの少ししっとり感あるかなぐらい。肌全体に貼るにはちょっと向いてないので、特に今頬とかおでこだけとか部分的に気になるところがある方にはコットンパックよりも楽なのでおすすめです。コットンね貼るとね、物によっては繊維が肌に残っちゃうので、そういう意味でもこのシートは画期的。はい、では次こちらです。トーンアップベース01ピーチピンクと02ライムイエロー、両方とも SPF44PS3+。 そしてこちら紫外線吸収剤フリーです。腕に出すとこんな感じ、かなり伸びがいい。トーンアップ力も伸びがいいのにしっかりあります。トーンアップ力はイエローの方が高め、トーンアップしつつ肌色補正しつつも紫外線防御力も結構高く、さらに色ムラもカバーしてくれます。ではまずこちらに01伸ばしていきます。こちらが塗ってない方で、こちらが塗った方、もうベースの時点でかなり綺麗。そしたら次02番を伸ばしていきます。少量でもめっちゃ伸びる。はい、こんな感じ。パッと見仕上がりは似てるんですけど、02の方が赤みカバー力が高い。次がこちらトーンアップベース NA01 スカイブルー SPF43PS3+。 先ほどの下地とかなり見た目も近いんですけども、こちらがツヤ感がアップするナチュラルタイプでシルバーパール入りとなってます。こちらも紫外線吸収剤フリー。よく見るとさっきのパッケージがちょっとマットな質感で、こちらの NA はツヤパッケージになってます。伸びの良さはさっきのものよりもちょっと良い。トーンアップ力が一番高い。シルバーパール入りって書いてあるんですけど、そこまでわからないレベル。では塗っていきます。はい、こっちが塗ってない方で、こっちが塗った方です。これは色ムラをカバーする効果もほんのりあるんだけど、それよりもトーンアップに特化している感じ。かなり透明感アップします。首とかに使うのもいいと思います。はい、そして次がこちらトーンアップフィルタークッションの01、02、03です。中にホログラムが入ってて可愛い。
ちらは結構ね重量感のあるパッケージになってます。 SPF50 プラス PA4 プラスの国内最高値、中身はこんな感じです。腕に塗るとこうなります。先ほどのトーンアップ下地がピンク、イエロー、ブルーだったんですけど、こちらがピンク、ホワイト、パープルになってます。今顔の右側にトーンアップベース NA 塗ってる状態なんですけど、反対側にこちらの01番を塗っていきます。クッションタイプはやはり手軽に塗れますよね。 SPF 値で特に PA が4プラスなので、より紫外線カット力が欲しい方はこちらがいいかもしれません。仕上がりとしてはさっきのチューブタイプの下地よりもちょっとカバー力が控えめになったような感じですね。ただ色が明るめなので、同じピンクでもこっちの方がトーンアップしてくれる感じ、ツヤ感もチューブタイプよりもこちらの方が高い。では02番塗っていきます。02番だけパール入りになってます。かなりトーンアップ力が高いです。しっかり白くお肌に乗る分、割とカバー力もあるので、お肌のトーンがすごく明るめでなかなか合うファンデがない方とか、あとは部分使い、この頬のところだけ乗せるとか、そういう使い方にも良い。こっちが塗ってない方でこっちが塗った方なんですけど、ちょっと私には全体に使うと明るすぎる。では3番塗っていきます。3番はかなりパープルカラーということもあり透明感が出ます。こちらが2番でこっちが3番。はい、そして次がこちら、5月31日発売の最新作アクアグループライマー。これがですね、新感覚のジェル状のプライマーになってます。こんな感じでとろみのあるのりみたいな感じ、すごく伸びが良くて、伸ばすとお肌に密着してかなりしっとり。こんなテクスチャーなんだけど、皮脂吸着パウダーと皮脂固化パウダーが配合されてて、汗とか皮脂もブロックしてくれます。手の甲に塗ってしっかり乾かした状態なんだけど、結構ペトペトする。似た質感のものだと ELF っていう海外ブランドがあるんだけど、あのプライマーに似てる。でもね、エルフほどペタペタベタベタするわけじゃない、なんかほんのりペトペトぐらい。では顔全体に伸ばしていきます。クリームっぽいしっとりじゃないから、どんな肌質の方でも使いやすい。特にこの私、目周りが乾燥してパウダーとかファンデが乗りにくかったりするんだけど、こちらを仕込んでおくとファンデとかこの後に塗るものをしっかりキャッチしてくれる。見てこのグリップ力、今までの日本の下地にはないですね、この感じは。ただ SPF 値が入っていないので、これ化粧下地とファンデの前に塗るものなんですけど、この後に塗る化粧下地とか、あとファンデーションがしっかり SPF 入ってるものを使った方がこれからの季節はいいと思います。はい、そしたら次、フィッティングクッションラスティング01番塗っていきます。 SPF50 プラス PA3 プラス、ラスティングタイプとグロータイプがあるんだけど、まずこちらのラスティングタイプ塗っていきます。さっきの下地のおかげでしっかりファンデがお肌に乗ってくれます。で、割とマットな仕上がりなので毛穴とかも埋めてくれる。カバー力はめちゃくちゃあるってわけでもなく、本当にちょうどいい。もっとカバー力が欲しいところに重ねればよりカバー力出せる、テクニックレスで誰でも使いやすい感じ。では反対側にフィッティングクッショングロー塗っていきます。こちらのグロータイプの方が軽やかに全体に塗れます。はい、こんな感じ。カバー力は同じぐらいかな、質感の違いって感じ。はい、では次こちら、フィクシングブラーパウダー N。 こちらが4月の24日にリニューアル発売されました。カラバリが01と02の2色展開で、これがリニューアル前なんですけど、ちょっと分厚くなってハケが豪華になった。
で容量も 10g から 13g にアップしてます。パフの質感もこっちがリニューアル前なんだけど、かなりふわふわ感がアップしてる。粉の質感はリニューアル前と変わらず、ふわふわしっとりです。そこそこカバー力もあります。今回はこちらの02番を塗っていきます。中がネット式になっててめっちゃ便利なんだけど、結構ね中身が出てきちゃうのでパフにたっぷりつきがち。一回こう手の甲でなじませるとかしてのせた方が良いです。よりふんわりのせたい方はブラシを使った方がいいですね。こちらがパウダーなし、こちらがパウダーあり。マットなんだけどしっとりふんわりしてます。これは特に乾燥肌の方におすすめ。私は小鼻とかが結構オイリーなので、小鼻とか T ゾーンあたりはちょっとテカりやすいかな。では反対側も乗せていきます。はい、次がこちら W デイリームードアップパレット。今ちょっと手元に3番がないんですけど、こちらが01番、こちらが02番、そしてこちらが4月の20日の新色04番、010204。こちらはアイシャドウにもチークにもマルチに使える超便利パレット。意外とアイシャドウとチークのセットってなかったよね。はい、腕に塗ってみました。どのカラーでも使いにくい色味が一個も入っていない、素晴らしいカラバリ。これね、私全部好きですね。3番はちょっと触ったことないんだけど、多分3番も好きなんですよ。で最近出た4番は意外と誰でも使いやすい。今回4番使っていきます。はい、ではまずアイブロウ使っていきます。本当に絶妙なカラーだけで構成されてるので何にでも使えちゃう。こういうレッドを眉毛に忍ばせてニュアンス眉毛とかも作れちゃう。眉毛描いて眉マスカラしてきました。でこちらで顔のハイライトも入れられる。今のところシェーディングと眉マスカラとコンシーラーがないので、そのうち出そうですね。特にパレットコンシーラーとか、あとリキッドリップティントとグロスとかも出そう。こちらを取って上まぶた全体にのせていきます。下まぶたにこちら、上まぶたにこれを入れるとちょっとピンクっぽい華やかなメイクになるんですけど、下まぶたの際にこのレッドを入れると目頭と目の粘膜を自然に拡張できる。そしてこちらをぼかしていきます。シミ色を取ってこちらもぼかします。涙袋にこちら、涙袋の影が欲しければこちらでかけます。華やかさが欲しければこのラメ。今回後で下まぶたにいろいろ塗る予定なので、今回は上まぶたにまぶします。これもベースはもうほぼ発色しなくてラメだけ乗る感じなので、きらめきだけプラスできる。そしてチークですね。マットレッドだからにじみ出るような自然な頬になれちゃいます。ちょっとこのまま次こちらドローイングライナー01と02です。程よい太さのアイライナー、割と腰があって描きやすい。こちらが02、私的にはこの02が好きですね。赤みが強くなくて暗すぎずちょうどいいブラウン。こちら使っていきます。こんな感じで普通に描きやすい。はい、でアイライナーは03のグレーもあります。次こちら大人気ヌードアイラッシュ1、2、3、5番。定番じゃないものだと6番のディープブラウンもあります。腕に塗るとこんな感じ、中にね繊維がたっぷり入ってます。コームタイプでは1番塗っていきます。ダマにならず程よく束感が出てまつげが伸びます。似てるものだとエティセに近いかな。はい、もうピンセットもなしで綺麗にまつげがチュルンとまとまります。こんな感じでもナチュラル、カールキープ力もしっかりあります。はい、では5番塗っていきます。1番よりも5番の方が少し存在感が出ます。はい、次がこちらメタルシャワーペンシル1、2、3、4、5番。こちらウォータープルーフタイプで落ちにくい涙袋用のペンシルです。この容器エクセルのグリームオンフィットシャドウと同じ。
だと思われる。このエクセルも書いてしばらく経つとビタッと密着して本当に落ちにくくなるので、もしかしたらウォンジュヨのこちらも似たような処方だと思われます。はい、5色書いてみました。こすっても落ちにくい。こちらの5番が4月の20日に発売された新色です。2番と5番が比較的似てるので2番と5番塗っていきます。こちらが2番、スルスルと塗れます。太さもちょうどいい。乾ききる前に指でぼかします。反対側に新色の5番、両方とも自然なぷっくり涙袋完成。はい、次がこちらダイヤモンドライナー010203で、4、5、6番は限定色です。大粒ラメが可愛すぎる。このライナーのすごいところはこのハケがちょっと平筆かつ斜めカットになってて目元にのせやすい。左から1番、2番、3番です。2番が一番水分量が多いのでベタっと塗るよりもこのラメの一粒一粒をより分けて1個ずつ塗った方がいい感じ。1番と3番塗っていきます。その上に2番をトッピングしていきたいと思います。まず1番、ピンクベースでいろんなカラーのラメが入ってて可愛い。では次3番、ゴールド系ラメなので華やかなんだけどちょっと落ち着いた仕上がりで、2番、わかるかな、一番大粒ラメなので顔の角度が変わった時にキラッときらめいて可愛い。はい、そして次がこちらモイストリッププライマーかっこリップ用化粧下地。これがですね、私的ウォンジョンヨの中で結構お気に入りアイテムなんですけど、こんな感じのかなりみずみずしいジェル状で、唇がもうこれ以上ないっていうガサガサの時ってリップバームとか塗っても上に油が乗っているだけみたいな状況になるじゃないですか。そういう時にこれを塗るとガッサガサの唇に浸透して一瞬で柔らか唇になる。これを塗った上からリップクリーム塗るとか、あと特にマットリップとか塗る時にもいい。マットリップだとリップバームとか先に塗ると落ちやすくなったりするんだけど、これはベタベタしないのでこの後に塗るリップの邪魔にならない。これ口に入ると謎にめっちゃ甘い。多分保湿成分的な味だと思うんだけど、でもまずくはない。こちらがケアマスターリップマスク。こちらは斜めカットの唇がプルプルになるグロス。グロスっていうかリップ美容液的な感じ。これはさっきのやつとダブル使いするともうプリンプリン唇になれます。次がこちら。リップステッカーです。全6色展開。フィックスオイルが唇の水分でゲル化、カラーを閉じ込めて唇の表面に密着。左から 1,2,3,4,5,6 番です。かなりしっかり発色してくれるので唇の色ムラとかもカバーしながら見たまま仕上がりって感じ。ティッシュオフするとこうなります。クレンジングでこするとこんな感じ。ティントじゃないんだけど結構色持ちがいい。では2番塗っていきます。1番2番は割とヌーディーな発色。4番重ね塗りしていきます。後半の色番はかなり発色がいいのでリップモンスターのこってり版みたいな感じ。リップモンスターって透け感のある発色なんだけどちょっとそれじゃ物足りないよって人にいいと思います。はい、ということでウォンジョンヨ縛りメイク完成。心なしか自動的に韓国アイドル風メイクになっている気がする。日本のブランドにはない微妙なこの隙間をついてくるような商品が多いですね。これはねバズるのもわかります。はい、メイクしてから7時間ほど経過しました。今日雨降っててめっちゃ湿気やばい。見てこれ、私の湿気センサー、ちりげ。ではメイクの経過見ていきたいと思います。まあ、ベースメイクは全体的に綺麗ですね。まだまだこっちがラスティングクッション、こっちがグロークッションなんですけど、グローの方がこの小鼻のところがちょっと私のセルフクレンジング機能により落ちてきてはいる感じかな。ラスティングの方が私は崩れてないですね。パウダーがしっとりタイプ使ってたのと今日湿気が高いっていうのも相まってちょっとテカリは出やすいかなって感じ。
これでパウダーがサラサラタイプだったらよりテカリ崩れに強いんじゃないかなと思います。しっとりパウダーで小鼻はちょっと崩れたけど、目周りはしっとりパウダー調子良さそう。マスカラのカールキープ力もバッチリ。アイラインはちょっとにじんでるけど、まあ、許容範囲内ですかね。涙袋のグリッターはしっかり残ってます。はい、ということでぜひ気になるものがあったらチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。